次のお伝えまたお願いしますね。皆さんこんにちは、YouTuber のゆうかんと申します。この度はこの北朝鮮拉致被害者の救出を求めて池袋で演説しております。皆さんよろしくお願いします。まさに田口八重子さん、横田めぐみさんをはじめとして北朝鮮の拉致被害者を救出したい、日本人による北朝鮮の拉致被害者を救出したい、そんな思いで今日は演説しております。この池袋の演説も靴川洋二様によって月に一度行うことができるようになりました。皆さん一人一人のご署名の力、何気ない雑談やコーヒーを飲む感覚、そんな感覚でぜひ少しでもご協力いただきたいと思います。その少しの力が大きな力になると信じて、皆さんのご協力よろしくお願いします。まさに今北朝鮮に拉致被害者されてしまった日本人の方たちが大変本当にかわいそうで、計画的に狙われてしまったりとかしてしまうことで、本当に何気なく私たちは買い物ができて友達とも遊べていろんなところに行って楽しませていただいてますけど、その時間とか全てを奪われてしまう、失われた時間は戻ってこないけど必ずいつか戻ってくることは信じて、田口八重子さん、横田めぐみさんが必ず日本に戻ってくる、そう信じて私たちは北朝鮮拉致被害者を一人も多く救出したいと願って、この思いを届けたく、皆さんの一人一人の署名の力が大きな力になり、必ずいつか日本人が北朝鮮に拉致被害者されてしまったことの事実をゼロにできる、そう信じて私たちは今この場にいます。そして今時間もこれからどんどん迫っていく中で、命が生死が関わる問題なんです。北朝鮮が被害者を奪還することによって一人でも多くの人の命を助けることになると思います。そして日本人が本当に特定されてしまった特定誘拐犯や拉致被害者によって本当に生活したいという権利を奪われてしまっている、そんな人がかわいそうで、一人でも多くのそんな本当にかわいそうな方を救いたい、そして日本人が拉致被害者されてしまった日本人による北朝鮮拉致被害者をゼロにしていく、その運動をこれから全力で頑張っていきたいと思います。そしてこの池袋の地で被害に遭ってしまった田口英子様をどうしても救いたい、そんな思いで私たちは今日心を一つにしてここにいて演説して、絶対に今年こそはテレビやメディアで一人でも多くの人が取り上げていただくことによって、必ず絶対に北朝鮮の被害者をゼロにできる、そう信じております。ぜひマスメディアの方々、報道陣の方々、週刊誌の方々、この北朝鮮が被害者を奪還する問題を一人でも多くの人に取り上げていただくことによって、一人でも多くの人に目に留まらせることによって、一人でも多くの署名活動や何気ない雑談の中で北朝鮮の被害者を奪還するために署名をしていただく、そんなさりげないことでも必ず大きな力になると信じております。皆さん一人一人の力、そして今までないがしろにしてきた問題、ないがしろにして見てみるふりをしてきた問題、それを今解決していただけなければならないと思います。他人事も自分事として受け入れていく、そんな姿勢で見てみるふりをしてないがしろにしてくるんじゃなくて、ちゃんと自分の立場だったらどうかということも考えてしっかりと取り組んでいってほしいと思います。今私は幸せですけど、自分が幸せだからと言って北朝鮮の被害者は決して幸せではありません。そんな苦しんでいる北朝鮮にさらわれてしまった日本人の北朝鮮に拉致されてしまった人々を絶対に救出していきたい、そんな思いで今日は演説させていただいております。皆さんご署名、一人一人の力をぜひご協力よろしくお願いします。ありがとうございました。皆様こんにちは。私テレビ改革党で三里支部長を仰せつかっております中村と申します。中村実です。
よろしくお願いいたします。本日は拉致被害者救う会署名募金運動にお集まりくださいまして誠にありがとうございます。私今日はこれです。わかりますか？ブルーリボンをつけてやってきました。ツイッターでも上げさせていただきましたが、かっこいいですよね。皆さんどうですか？かっこいいですか？ありがとうございます。メルカリを検索しましたところ、すべてソールド、売り切れでございまして、やはりそこで日本人の認度の高さを痛感いたしました。それを購入いたしまして、今日こうやってつけてまいりました。この企画やらさせていただいておりますが、タシのタシさんありがとうございます。そして篠原先生お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こちらはテレビ改革党の楠沢良治さんの、ね、団体で、今回は、北朝鮮による拉致被害者全員救出活動ということで署名を、お願いしております。僕はこうしてマイク持って喋らせてもらうのはいつぶりだろうかな。2年分ぶりぐらいかな。多分楠沢さんがまだテレビ改革党じゃなしに敷島会っていう団体でねされていた頃ぶりだと思うんですけども、非常に緊張してまして、たどたどしくってちょっと何言ってるか分かんなくなると思うんですけども、まあそこはご勘弁いただきまして、北朝鮮による拉致事件、これ解決したいって思うのは、まあおそらく誰しもがみんなそれは解決したいとそう思っているんだと思いますが、ただなかなか日頃から興味関心持つことは、まあ興味関心持ててる人っていうのはちょっと残念ながら少ないんだろうなと思っちゃいますね。まあなぜかって言ったら、まあ本当は良くないんでしょうけども、まあ気持ちは非常にわかるんです。なぜこの北朝鮮による拉致事件なかなか興味関心持つことができないかって言ったら、どうしていいか分かんなくなっちゃうんですよね。救ってあげたいと思っても、じゃあ自分は何ができるんだと、そういうふうに思うと何もできないと思っちゃうし、そうなるともうすごい無力感とかね、そういうのに苛まれてどうしても考えるのをやめちゃう、目を背けちゃう、そういう風になっちゃうんだと思いますが、まあ解決方法、これはね僕が思うにすごい簡単です。北朝鮮による拉致事件解決方法は偉い人に考えてもらう、これが一番近いと思います。まあうちら考えてたって分かんないですし、外交上どうなってるかって分かんないから、偉い人たちに頑張って考えてもらう、これしかないと思うんですね。でそのために我々一国民が何ができるかって言ったら、こういった署名活動、国民は解決願ってるよ、そうやってねちょっとでも、名前書くだけで、それで政治家に声が届けば、これは やらなきゃいけないなと、必死に考えなきゃいけないなと、そういう風になっていきますんで、せめてねご署名お願いいたしたいと思っております。で、そうですね、また、まあ、こう解決方法か、これが一番近い解決方法だなと思うの、個人的に思うのは、まあ日本独力でこの拉致事件解決しようと思ったら、まあ憲法9条が邪魔になる、これ改正しないと北朝鮮にお前何してくれたんだっていうことは強く言えませんので、
この9条改正っていうのをやらなきゃいけないと思うんですが、こんなものは今日明日できるわけじゃないので、僕が一番早い解決方法だと思うのはアメリカさんにやってもらうことだと思ってます、ね、こういうことを言うとすぐアメリカ頼みでは情けないとかそういうことを言う人いるんですけども、じゃあお前普段から拉致事件のこと考えてたのかと。なんかねたまに気分でね拉致事件のことを言って、それでアメリカ追従情けないとかいうやついるんですけれども、こんな被害者のこと何にも考えてないやつなんで、まあそういうやつはまあちょっとね、まあ無視して進めていったらいいと思いますね。まあ、僕はあのツイッター見ててこれすごいなと思ったのは、トランプ大統領の娘さんのイワンカ・トランプさん、あの方がねあのブルーリボンバッジつけてるんですね。拉致事件解決にあの力注ぎますよってそういう意思表示です。こういったね希望もありますんで、ぜひとも皆さんちょっとでも署名していただいて、それを政府に声を届けると、そういった活動に今後もこの池袋でもしくは他の場所ででも署名活動は継続していきますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。私は豊島区議会議員ですが、政治家になって議員になって初めて分かったことがあります。議員が考えることはたったの3つしかありません。次も当選したい、2つ目次も当選したい、3つ目次も当選したいであります。この北朝鮮による拉致被害者の問題も政治家が動いてくれれば早いのですが、票にならなそうなことはなかなか政治家は動こうといたしません。ですので世論を喚起する必要があります。ここ池袋の草の根の運動でありますが、続けることによって少しでも政治家が動きやすい環境を作り、拉致された被害者の全員救出に役立てばと考えます。じゃあ次は梶幸宏さんに歌っていただきます。よろしくお願いします。久津田さんありがとうございます、はい。最初からいらっしゃる方また聞かされると思ってらっしゃるかもしれませんが、ぜひとも覚えて帰ってください。もう自然と一緒に歌ってください。ですね、10月の15日に小泉訪朝での5人帰っていらっしゃった日で18年迎えるんですかね。その時に特定失踪社会の方の特定失踪者の藤田進さんの弟さん、高橋さん中心に第二衆議院会館の前で、アピール活動をやられたわけなんですが、その時に、いろんな失踪された方、拉致された方 の、帰ってきてほしいという報道を皆さん遺族 の、 被害者の方々皆さん出されているわけなんですが、その中に田口八重子さんの方の、報道には帰還を願ってらっしゃる皆さんの方々の中には田口八重子さんの写真とともに、なんと僕もびっくりしました、必ずあなたを助けに行くからで書いてあるんですよね。でもう一行ある日突然母と僕ら離れ離れになった、これ俺の曲やんってね。何がというと別に勝手に使うなと言ってるわけではなくて、勝手に使っていただいてありがとうございますぐらいな感じで、言ってみれば僕篠原さんにご提案いただいてこの曲を書くに至ったんですが、なんと僕自身はもうヒヤヒヤながらずっと歌ってるわけなんですよね。これご家族の方こんなん受け入れてくれるんやろうかとずっと思ってたんですが、使ってくれたね。そうなんです。昨日初めて義理のお姉さんの本間さんの前で歌わせていただきました。でもこの曲の歌詞が生きてくるのは本当に政治家の皆さんが
あなたたちを助けに行くからということを本気で思っていただいて、動いていただいて、そして口にしていただいて、何らかの行動に移していただく、これが本当にこの曲の歌詞が生きてくることだと思います。はい、では聴いてください。必ずあなたを助けに行くから、失われた時間は二度と戻らないけど、必ずあなたを助けに行くから、必ずあなたを助けに行くから、幸せを取り戻すのは八重桜の咲く頃。世界中を震わせた空の大事件、多くの犠牲から見えてきた人さらいの闇、母はどこにいるの、罪人の言葉に揺れ動く、失われた時間に諦めたくはない、必ずあなたを助けに行くから、必ずあなたを助けに行くから、ふるさとへ一緒に帰ろう、八重桜の咲く頃。失われた時間は二度と戻らないけど、必ずあなたを助けに行くから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 、ふるさとへ一緒に帰ろう、八重桜の咲く頃。ありがとうございました。ちょっと一つだけお伝えしてよろしいですか。実は10月の10日にですね、横浜でライブレコーディングを行いましてですね、この曲も実は録音しまして、ちょっと世間に出せるレベルに仕上がるかどうかちょっとそこからなんですが、円盤にしようと思って、何曲か
まあ、一緒になるんですけど連番にする予定でありまして、そこの、その録音した時にプロデュースしてくださった方があのホームページに持たれてて、いわゆる、本源で購入できるような形も取ろうかという話をしておりましてですね、まあ、もしまあ、この曲分の、まあ、何らか、まあ、まだ取らぬか取らぬたぬきの火山用にはなるとは思うんですけども、まあ、その中で売り上げ出た時にこの曲分のものに関してはまた篠原さんの方に置いた形でお預けしようかなと思っておりますので、まあ、今後 の、 その、まあ、活動であったりとか実際にまあ、声を上げていく時 の、 にかかるお金、まあ横田めぐみさんの映画であったりとか、まあ、そういったところをわずかながらでもちょっとご協力できればなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本当にお気持ちありがとうございます。それまでは YouTube 配信してますので、これもぜひちょっと見てください。日本字幕に英語と日本語とハングル入れております。これなんでこういうことをしてるかというのも理由があるんです。まあ、朝鮮語と韓国語って、まあ、違うとは思うんですけども、多分分かると思います。お互いやっぱりあの国弱体化してて、まあ、キシリアですね、絶対まあ、だんだん国力が弱ってきたらいずれ囚われの身になると思います。僕はその時に自分が子供と引き離されたらどんな気持ちになるか、これぜひ感じてほしいと僕思ってるんです。まあ、そういった意味でハングルも入れております。ぜひ動画の方をご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、タジユキューブさん、ありがとうございました。このようにですね、池袋西口で拉致被害者を助ける、署名運動をやる中で、この池袋の地から田口八重子さんを救う歌、必ずあなたを助けに行くから、こういう歌が歌い生まれました。こういう運動が発展すると歌が一曲また一曲と生まれてくるわけですが、もうこれ以上ですね、拉致被害者の方を他の地に日本を恋しいのに帰れない、こういう思いさせないためにもですね、この歌で必ず田口八重子さんも迎えていきたい、こういう決意で引き続き皆さんにこの拉致被害者を救う署名活動お訴えをしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日は午後2時から4時までこの場をお借りしまして、豊島区議会議員テレビ改革党の靴沢良治さんと一緒に拉致被害者を救うために請願署名を行う、皆さんに協力をお願いしておりますグループでございます。私はこの池袋の地で暮らしておりますジャーナリストの篠原丈一郎と申します。私はもともと日本共産党の国会議員の秘書でありまして、国会の場でこの拉致問題を取り上げようとしたんですが、なかなかこれが政治の問題で妨げられて取り上げられない。私自身はもう政治の場を飛び出してですね、フリーなジャーナリストになって海外取材もしてですね、この問題取り組んでまいりました。本当に何十年も経ってる、何十年も前にですね、お子さんやあるいは若い方が拉致されてる。しかし皆さんご存知でしたでしょうか、ごく最近もですね、拉致というものは行われているんです。拉致被害者、この間ですね、拉致被害者家族会の象徴的な存在だった横田茂さん6月に亡くなりまして、昨日はですね、砂防会館というところで、忍ぶ会が行われました。本当に、お子さんが帰ってこないまま再会もできないで亡くなられる悲しい話ですが、その反面ですね、拉致された方々、横田さんはまだ50代半ば、そして一番お若い方で確認されているのは30代なんです。まだまだこれから人生一花二花咲かせられる、日本に帰ってくれば幸せな暮らしができる人たちなんです。この人たちが何にも本人たちには責任がないのに、北朝鮮のあの独裁国家の思惑で人生を犠牲にされている日本人なんです、なんですよ皆さん。普通の日本人がこんな目に遭っている、私たちはこれを許すことができませんし、一日も早く返させなきゃなりません。どうか皆さん、そういう意味で政府が変わらず、また政治家の皆さんが変わらず、この日本人を助けるために動いていただくために、どうしても皆さんの意思を示していただく必要があります。そのために皆さんに今日は請願署名、拉致被害者を救うことを求める請願署名のご協力をお願いしております。
また合わせてですね、この諸活動、特にですね、拉致被害者、特定失踪者という、行方不明者ですが、北朝鮮の手によって拉致された可能性の高いこういう被害者が全国で認定された方で900人近くがいらっしゃいます。この特定失踪者の問題を調査する特定失踪者問題調査会、ここがですね、対北朝鮮向けに日本人、さらわれた日本人向けの放送をやっております。短波放送しようかといいまして、毎日4カ国語、日本語、朝鮮語、英語、中国語で放送しております。この放送のためには年間2000万円かかるんです。皆さん、関心が低まる中でこの募金がなかなか集まらない、これは儲けのための放送ではありませんから、これがですね、本当に滞ってしまうと、本当に最後の希望である日本人、拉致被害者にとって最後の希望である放送が途絶えてしまいます。そういう危機感も持ってですね、楠澤さん立ち上がって、この池袋西口でこうやって皆さんに訴えるようになって、もう何回目でしょうか、6回目でしょうか、そういう中で募金も訴えております。今日集まった募金は多くの部分はその潮風の運営のために寄付させていただいております。すでに楠澤良治さんのこの努力で200万円ほどはこの潮風に寄付することができました。10分の1ですね、年間のね、維持費のね。でもまだまだこれお金かかりますから、どうかこれが途絶えることのないように、昨日も言われました、特定失踪者の家族の方に言われたんですが、本当に潮風が途絶えたら、私たちがこの見えないところで暮らしている家族とつながる線がなくなってしまう、そういうことがあったらならないんですね。ですから、もしも皆さん、本当わずかな状態の皆さんが束になれば大きなお金になるんです。どうか皆さん署名をしていただき、また募金もしていただきたい、思うわけです。本当にこの潮風という放送はですね、私自身は韓国で、あるいはですね、他の国で、脱北者の方多く会ってまいりました。朝鮮から逃げる人たち、結構ですね、この潮風の放送聞いてるんですね。朝鮮本土では本当にこれは聞かしたくない、独裁政権は聞かしたくないということで妨害電波も出しているんですが、妨害電波が聞く範囲というのは首都の平壌の一部だけで、ほとんどの地域で聞こえるそうです。ですから日本人の方も聞いてるのは間違いありません。最近ですね、産経新聞でインタビューに応じた北朝鮮の地でアメリカの諜報活動をやってた韓国系のアメリカ人の方、ドンチョル・キムさんという方がおっしゃってましたが、ドンチョル・キムさんが北朝鮮の仕事を請け負って働いていたラソンという経済特区では、なんと直接7人の日本人と会っていろんな話をしたそうです。どうもやっぱり自分の命に沿わない形で拉致されて働かされてる、あるいは造船の技術者だったり、あるいは日本語の教師だったり、そういう方だったそうです。そしてそういう方たちを通じて二十数人の日本人の存在が確認されたそうです。ラソンという一地方でそうなんですから。そして私は北朝鮮と友好国家であるある国の外交官から話を聞きました。その外交官は、日本人は、拉致された日本人は北朝鮮に数百人いる、これは我が国の政府は確認してるんだということを言っておりました。こういう人たちを何としても返させなければいけません。このような中でですね、今求められること、本当に残念なんですが、日本では今申したように拉致されたかどうかわからないという人もいるわけです。で、私自身も拉致被害者の周辺を取材しますと、なんでこの人いないんだ、突然消えて海外から絵はがきが来るんですよ。私は外国で日本語を教えてる、直筆の手紙ですが、でもどこにいるか書いていない、いなくなる人共通した特徴なんです。それアリバイ作りのためにね、はがきを書かして、多分北朝鮮の工作員がどっかの国から出すんでしょう。実際は北朝鮮連れて行かれたのに、手紙がヨーロッパから来たり、あちこちのアジア諸国から来たり、そういうことが起きているんです。皆さん、こういうような組織的な国として、国家犯罪として日本人の多くが連れ去られている、これが北朝鮮による日本人拉致被害問題なんです。ところがこの日本では、この拉致被害問題、政治の課題にしたくない人まだまだいらっしゃるんです。私はあえて言うけど、この池袋をしょっちゅう飲み歩いてる議員がその一人なんですよ。私のかつては友人だったけど、この問題で喧嘩しても喧嘩からですよ。
この人は拉致被害者助けるって言って実は北朝鮮に密入国してたんです。私は民主党政権の時それ知りました。民主党の議員だったんですよ。今は立憲民主党です。まあ、そういうような議員一人二人じゃないんです。これは立憲民主党だからじゃないです。自民党にもいるんですよ。私は自民党とも仲いいから言いたくないけど、そういう人たちが言いにように邪魔をして、この拉致問題なるべく被害が少ないように少ないように見せようとする。ですからこの特定失踪者の問題なんてのが出てくると困るんですね。900人近く、あるいは私が知ってる感覚では1000人以上だと思いますよ。北朝鮮がさらった人は、そういうのが次から次へと出てきたら、彼らがいろいろ思うかを考えてる。今日本と朝鮮は戦後国交を回復してない。日本ってのは優しい国だから、戦争の時迷惑かけたなってお金をいっぱいあげる。そのお金がでもお金で国土を開発する、そういう仕事を取る人たちが日本の企業にいるわけですね。そしてその企業についてる政治家がいるんですよ。そういうことを狙った80年代から大物の政治家が北朝鮮に行ったり、それもですね、与野党一緒に手を取り合っていく、自民党と当時の社会党が一緒に行く、そんなことがありました。その流れが今も続いてるんです。こういう人たちはこういう形で拉致被害者がいる、日本人が反発を持ってこんな国交を回復するよりも前に拉致被害者を全部解決しろ、これ言われるのは一番困るんです。しかし皆さん、お金の問題は後ですよ。一人一人の人間が守られない国では、私たちは今後ですね、北朝鮮と国交回復したらまた誰か連れてかれるかもしれないじゃないですか。そんな曖昧な形での国交回復はあってはなりません。もし国交を回復するならば、一人残らずさらった日本人は返させなければなりません。そのための今日は皆さんにお訴えしている署名活動であります。そしてそれこそ本当に日本が自分の足で立った自分たちの国になるということではないでしょうか。戦争に負けていろんな問題がありました。戦争はやめよう、軍隊も持つのもやめよう、そういうふうに憲法で決めさせられた、アメリカが作った憲法を認めさせられた。でも面白いもんで、なんか文章にこう書かれると、そういう憲法があったから我々は平和に暮らせたと思ってる人も多いでしょう。でもどうですか、この憲法の中で1000人以上の日本人がさらわれたんですよ。こんなことはどんな小さな国でもありえない。私は共産党の国会議員一緒の時に、警察があるいは自衛隊が海上保安庁がどうやって海岸から工作員が出入りするのを監視していたか話を聞いたことがあります。みんないろいろ話がしづらそうだと。警察は工作員というものは自動小銃やロケット砲を持ってる、だから警察が出て行って警察官がせいぜい拳銃を持ってるだけでは対抗できない、だから出入りを阻止できない、死人が出る。自衛隊は実は防衛出動という限られた機会が命令されないと銃も撃てない。皆さん知ってましたか、自衛官というのはあれだけ立派な武器を持ってても武力行使できないんです。必ず自分が撃たれた時正当防衛でなきゃならない、だから死ぬことが前提で働かなきゃならない。海上保安庁は世界で6番目に広い海の国境を守ってるのに、たったの1万2000人しかいない。この3つの組織、本来海岸で国民を守るべき3つの組織が今の憲法の中で、そして法体系の中で日本人がさらわれるのを阻止できなかったんです。このことを問題にしない限り、今後も我が国は曖昧な形でいる限り、全体主義国家がすぐ近くにある限り、いつでもさらわれる可能性があるんです。そして最近もさらわれている可能性がある方がいらっしゃる。こういう連鎖は何としてもこれで止めなきゃならないです。
私たちはそのために古い事件はもう半世紀近く前です。新しい事件は平成になってからもあります。一つ一つを再調査させて、全部実態を解明させて、何しろどういう被害があるのか自分たちが分からないで交渉したって犯人は認めっこないじゃないですか。自分がどういう被害をどのように受けたか全部つかみ直して北朝鮮との交渉に臨むべきです。そして今チャンスなんです。私は地上波には出ません。新聞にも出してもらえない。でもおかげさんで結構人気者です。本当のこと言うの、私はやっぱり本当のことが自分自身が知りたい。だから元北朝鮮の高官にも会いました。今度韓国で国会議員になった元ロンドン公使、私の友人ですよ。北朝鮮の外交官ですよ。彼が日本に来た時、私は居酒屋でじっくり話を聞きましたよ。よく知ってました、日本人の拉致のことも。どうしてこういうことをしたのか、どういうふうに管理されてるか、どういう指導がされてるか、向こうの言いなりに国民を取ってるようで帰ってこないって彼は言ってますよ。本当に日本が日本人を守る決意をしない限りは帰ってきません。そして今そのチャンスが来てる。何か皆さん、私がバカだの何だの詐欺師だの言われる原因、一つ、キム・ジョンウンがいないんです。今去年から姿が見えない。私は驚きました。去年の12月、ある北朝鮮の内部に詳しい人会いました。キム・ジョンウンは重体だ、12月に聞いたんですよ。私はまさかと思いました。もしこれが本当なら、あの演説好きのキム・ジョンウンは1月1日毎年やってる演説出てこないかもしれない。そう思ったんですね。で、1月1日を待ちました。1月1日今年どうなったか、キム・ジョンウンは出てこなかったですよ。そしてその後、なんかキム・ジョンウンみたいな人ばっかり出てくるよ。みたいな人だけど、どこかが違う。まあ太ったから姿が変わるのかもしれないな。でも太ったからって言って目と目の間空きますか。背が縮まりますか。そうだ。この間10月10日ほとんど1年ぶり以上に声を出す演説が出ました。私は女の皆さん、これ YouTube 時代、専門家でなくてもできますよ。キム・ジョンウンさんの演説なんていっぱい YouTube 載ってますから、本物が聞き比べれば一発で分かる。キム・ジョンウンという人はおじいさんに似た声をして、姿も似せて、おじいさんのカリスマ性でやろうとしたから、すごいガラガラ声なんです。ところが今度出てきたキム・ジョンウンらしい人は高い声で、声色はうまかったけど声は全然違う。もう偽物しか出てこないんですよ。そして彼は仮にも独裁者ですよ。独裁者なのに妹が後継者だという、そして仕事を分担、3人で分担しているという、党の副委員長、首相のキム・ヨジョンさん、30何歳の、ね、妹。独裁国家が権力を分けたら独裁国家じゃないんですよ。もう権力の基盤はグラグラ、そういう国ですから、今私たちは何をすべきなのか、すごく弱まっています。そしてあの国の特徴っていうのは、独裁国家って一つに固まってないんですよ。みんな勝手な思惑を持ってて、怖いやつが上にいて抑えてるから独裁国家なの。今上に抑えてるやつがいないからバラバラなんです。あえて明かしますけど、私にこういう情報をくれるのも北朝鮮のある部門なんですよ。私は工作員じゃないですよ。密入国しませんから。密入国するやつはこの辺でよく飲んでるけど、国会議員だけどね、平和台住んでるらしいね。嘘つきじゃないよ、どうしよう。少なくともそうやって利害対立があるから、あっちこっちに唾つけて回るんですよ。そういう時に日本は
バス問題ちゃんと取り組んだったらどの企画も話し合うって言えばいいんです。両方行ってきますよ。そういうことに命がけで踏み出す、インチキじゃなくてお金もらっていいようなこと言ってるんじゃなくて、そういうことをやる政治家やジャーナリストや作業の方が必要なんです。そのための署名なんです。どうか皆さんそのことをぜひ分かってください。本当に今チャンスなんです。だからチャンスだってことを分かってるから、あの篠原が言ってることは詐欺師的にね、嘘なんだと。宙返りした右翼、スーパー右翼だとかね、いろんな肩書きもらいました私は。まあ共産党にね勤めてるときは考えもしませんでした、右翼って呼ばれた。でも本当に今行き詰まってます。来年私がねよく聞かれました、篠原さん北朝鮮ってあとどんくらい持つの、下手すれば来年壊れるんじゃないかってぐらいの実感持ってますよ私。だってね、隣、まずね、隣の韓国だってめちゃくちゃでしょ。これも私の値段なんだけど、あそこは大統領が北朝鮮派になっちゃった。でもグラグラですよ。こういう時期こそ懸案の問題を解決するチャンスが来るんです。これを皆さんぜひ国民が感じ取っていただいて、大きな声を上げていただきたいと思います。これは私は靴田さんと一緒にレイシストだのヘイトスピーカーだの言われますよ。朝鮮の人、韓国の人を差別する、とんでもないですよ。私は子供の時に朝鮮のおじいさんがつけた美味しいキムチを食べて育ったんです。朝鮮の人の人情大好きですよ。でもその朝鮮の人を不幸にしてるのは北朝鮮じゃないですか。北朝鮮の人を不幸にする政権が日本人をさらって日本人も不幸にしてるんです。これは一緒に解決する課題なんです。ですからまたちょっと思い出しちゃったな、最近飲むねここらで飲んでる議員が抜北者なんてのは金目当てでやってる、とんでもない。金目当てで7割が死ぬ脱北やりますか。脱北ってのは生存率3割なんですよ。10人逃げたら7人死ぬんです。そうした生き残った何人かの人たち会いましたよ。本当に苦難の物語、川を手をつないで泳いで渡る、東南アジアでワニに食われて死ぬとか、信じられない話ばっかりです。私の今ソウルで頑張っている脱北者の青年は、列車に乗ると中国の公安に捕まって戻されるから、中朝国境を越えて1年かけてベトナムに逃げたんですよ、歩いて。そこまでしてやった脱北者の人たち、嘘言いませんよ。そういう人たちが、あ、この日本人にはお世話になったと言って、さっき名前が出た特定失踪者の藤田さんの写真を持って逃げてきた人がいるんです。それでこの脱北者たちの力によって藤田さんは生きていることが確認されたんです。そして今韓国であの北朝鮮に狂っちゃった大統領に弾圧されながら、北朝鮮を良くしようって言って風船にチラシをつけて飛ばす人たち、これ脱北者なんです。あの人たちは日本の拉致被害者の情報も残してくれて手紙をつけて飛ばしてくれてるんです。こういうお互い助け合う中で本当の友好運動を生まれるんです。こういうことを訴えてる我々がどうはレイシストなんですか。皆さん、誰も幸せにしないこの体制、この体制が終わる日は近いです。その終わった時にいろんな困難の中で、あるいは命を落とす人がないように、私たちは拉致被害者全員取り返す、この声を上げ続けなければなりません。今プラカードで回っていただいてるけれども、13歳で拉致された横田めぐみさん、必ず生きてると思います。私は横田茂さんが亡くなったことに、今選挙の最中だけれども、トランプ大統領がお悔やみの手紙をいただきました、4月に。あの手紙の中にトランプ大統領は改めて日米が協力して
最優先課題として横田めぐみさんをはじめ拉致被害者を家庭に返す、私は努力するって約束したんですね。私の友人のアメリカ政府の人間は言いました。アメリカ大統領は確認された事実に基づいてしか物は言わないって言ったんです。横田めぐみさんは生きているんですよ。横田めぐみさんは生きているからトランプ大統領はお悔やみの手紙にそう書いたんです。私たちはいろんな世前事、それこそそこらで飲んでる議員は横田さんが死んでるなんて言ってるんだけど、とんでもない話ですよ。偽の遺骨をよこした北朝鮮の嘘に騙されて、本当に一人一人必要だから拉致したんだから生きてるんです。皆さん何としても本人には何の責任がない、このさらわれた日本人何としても取り返すことじゃありませんか。皆さんの大きなご支援でこれからも私はテレビ改革党の楠沢良治さんとこの場で訴えてまいりますし、また今日はですね、手前味噌ですけど、私も執行部に入ってボードメンバーっていうのをやってる参政党っていう新しい政党があるんです。参政党の仲間もたくさん手伝いに来てくれてるんですよ。今までの政治なんかいろいろ綺麗事言うけど、こういう本当に深刻な問題に正面から取り組まない、本当に不満を持って新しい政治勢力を作ろうとしている人たちが増えてるんです。それが参政党でありテレビ改革党なんです。こういう真摯な真面目な人たちが日本の将来開くんだと私は信じております。どうか皆さん、この池袋での西口の訴えももうじき終えなければなりませんが、ぜひちょっとの時間お貸しいただいて署名を寄せてください。またご常在をですね、北朝鮮向けの放送をやる、潮風を支える、そして新しくできた映画、これコロナの蔓延で公開が遅れて現金ができないから収入困っちゃったんだけど、ようやく来年の2月に池袋から皮切りにロードショーをやることになりました。もっともっと広い地域で映画が上映できるように、めぐみへの誓い、横田めぐみさん拉致被害者のことをドラマにした映画です。これを広めるためにぜひこの募金協力していただくようよろしくお願いします。今何時？大丈夫？じゃあ訴え変わりますが、ぜひ最後までご支援をよろしくお願いします。奈良先生ありがとうございました。本日はもう時間も少なくなってまいりましたが、皆さんご協力ありがとうございました。テレビ改革党といたしましても、拉致被害者の会、救う会、募金、署名活動、これからも頑張ってまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は北朝鮮による拉致被害者救う会全国協議会嘆願署名集めの活動に多くの皆様がお集まりいただき誠にありがとうございました。ジャーナリスト篠原丈一郎さん、歌手の田地幸宏さん、ゆうかんさん、それと私と三里支部長、葛飾支部長も来ております。今日で5、6回目になるとは思いますけれども、これでは終わりません。日本人が拉致被害者のことを決して忘れないように、今後もこの活動は継続していくつもりであります。ですので今後とも皆様のお手伝いよろしくお願いいたします。ゆうかんです。
と北朝鮮が被害者をゼロにする、日本人が被害者をゼロにする、そんな思いで皆さんのご連絡の署名よろしくお願いします。やっと支部長もできました。私ともども、葛飾支部長、伊里支部長、よろしくお願いいたします。それではまだちょっと早いんですけれども、撤収よろしくお願いいたします。今日は皆様ありがとうございました。撤収お願いします。